どうも池崎悟、どうも野口秀夫、改め野口秀夫男です。おら秀夫男です。さあ始まりました、ギャラクシーチャンネル。秀夫男でしたね。本日も張り切っていきましょう。いきなり殴りかかってきた。そうです、街中で。ちょっと今日はですね、どうしてもチャレンジしたいことがある。チャレンジ？お、ここのビルです。ここのビルにですね、とんでもなく、これ以上は言えないかな。とんでもなく、とんでもなく、はい、とんでもねえもんがあるから、はい、とりあえず行ってみよう。わかりました。とんでもなく、とんでもなくだからね。ちょっと待って、さあ来ました。行けなきゃ。こちらです、世界一辛いカレー、よいしょー、来たよー。結構辛いです。いや池崎さん、うん、よくそのテンションでできますね。どうですか。いや、僕ここ、はい、知ってますよ。バレた。はい、バレたか。池崎さんの単独ライブの、うん、マクマの映像で、はい、世界一辛いカレーにチャレンジしようって言って、うん、6年前、7年前ぐらい。そうだね、ここ来てるんですよ。そうで、撮影したんですけど、うん、あまりに辛くて、うん、池崎さんがリアクションも何も取れずに、うん、ギブアップするっていう。そうなんですよ。あまりにも面白くない予想になったから、本当単独ギャラクシーの歴史の中で、うん、唯一ボツになった映像だった。めちゃくちゃきつかったんだけどね。ここですよ。うん、まあただね、もうあれからもう年月が経ち、はい、池崎はもう成長しております。いやだから、うん、だから要はちょっといいですか。はい、4571人中、うん、3438人じゃないですか。うん、池崎さんはこれの、うん、達成できなかった側の位置に入ってたね。その他大勢のうちの1人が達成できなかった。ギネス公認とかも書いてあるね。だってメニュー見てください、ね、世界一辛いカレ ー。マジで辛かったんだよな。いけます。いやでもあれから激辛いろいろ食べてきてるから、はい、強くなってる。プラス俺には念能力があるからな。前回念能力で、ね、ノースパイシーという能力を発動させ、食べ切ることができました。前回だと氷風呂に入って、うん、氷風呂に入ってココイチ10からしか日しか使えない。それ以外に使ったら心臓が握りつぶされる。制約で、さらに冷えれば冷えるほど強くなる。そんな制約と制約を課すことによって、はい、ノースパイシー発動。ただ今回はね、はい、氷風呂を用意することはできません。あ、そりゃそうでしょう。だから別の制約を用意しました。おう、こちらです。念能力を発動させるために作ったですね、はい、スペシャルアイテムです。何これ。これはですね、鼻フックです。鼻フックをつけるという制約によって、はい、辛さを感じなくさせる。こうね、こう。それ一人で作ってた。昨日作った。よくできてるでしょ。40歳のおじさんが、うん、一人で鼻フック作ってたんですか。そうだ、こうで、こういくから、でこっちバケツ吊るして、はい、ペットボトル入れてったりするってことですね。そう、で重ければ重いほど制約が強くなって、はい、辛さに強くなります。その状態で真面目なこと言うのやめてもらって。この状態で食わないとい、う、はい、いけないという制約、はい、恥ずかしめもやっぱバネだから。なるほど。能力を飛躍的に高める。プラス痛さ。そう、この鼻フックも世界一のこのカレーにしか使えない、はい、という制約も課してるから、もしじゃあ他でやったら脳がなくなります。そんな描写ありました。クラピカそんなんやってましたっけ。いや、クラピカを超える制約を俺は課してる。なるほど。じゃあちょっとね、はい、戦える時間が限られてるんで、はい、ちょっとそろそろ行きましょうか。はい、よっしゃ、じゃあ行ってみよう。極み、お待たせしました。うわー、いいですね。うまそうな。なんこ
これが世界一辛いカレーですね。懐かしいわ。頑張ってください。任せてください。まず出た。了解です。お願いします。何ですかね。これはですね、前回前来た時も書いたんですけど、あまりの辛すぎて体に何かしら起こっても責任取りませんよっていうようなやつです。あくまでも自己責任。はい。そう覚えてる。てか店長さんも一緒ですね。店長覚えてますか。覚えてますよ。あ、本当ですか。この顔忘れるわけない。ありがとうございます。前結構苦しみましたからね。そうですね。うん、でもあの時より僕強くなってるんで。はい、悩んで悩んでし、強くなるんで。深いこと。深いこと店長さんおっしゃっていただきましたけど。じゃあちょっとですね、特別に一口バージョンがそちらに用意してあるんで、やっぱちょっと辛くないんじゃないかっていう疑う方がいらっしゃるかもしれないんで、はい、ちょっとだけでいいんで、ちょっと北村君言ってください。じゃあ僕これ6年前もやってるんですよ、うん、僕この一口だけで本当に汗ブワーって出てきてて、やばいから本当に。いきます。あ、やっぱ能力者じゃないからやっぱり。あ、やばいやばいやばい。ヨーグルトあるじゃん。どうしたヨーグルトあるじゃん。あれもう入ってないの。あれ池崎のために用意した牛乳がもうなくなりました。結構くる。あ、やべえな、やっぱり。喋りたくないでしょ。しゃくれた急に。喋りたくないでしょ。大げさじゃなくて。あ、こうなりました。いいね。よし、やったろ。じゃあ、いきますか。ノースパイシー1本目。重ければ重いほど能力が強くなる。じゃあ、いきますよ。はい。よーい、1本目、はい。よいしょ。あ、弱いな、2本いこう。これじゃあ、ノースパイシー。うん。あ、弱いな、もうちょっといこう。3本目いきます。3本いこう。いいな。初、ノースパイシー。あ、すごい発動してる。能力が発動してます。なんで最初何なんだ。あ、カレーいきます、はい、あ、うまいね。マジっすか。無力発動してる。いや、マジで言ってる。うん、全然いく。え、俺のさっきのが嘘くさく見えるんですけど、あれでもこれ無理かもしんない。やべえ、これマジでやべえやつだ、これ。やっぱやべえな、これ。だって6年前あなたここで横になってガタガタ震えてたんすよ。もう分かる。ちょっと待って、増やして。制約は弱い。もう2キロです。こういうの普通徐々にやるんですよ。行くしかねえ。いや、何しか食ってないですよ。さっきから何しか食ってない。入れてるか、つけてるか。本当ですか。まだスパイシーあるね。ああ、リトルスパイシー。リトルスパイシー。リトルの顔じゃないですけど。何多いって。何か多い。ベリースパイシー。ノーじゃなくてベリースパイシー。ベリースパイシー。やべ、制約が弱い。あ、カレー無理だ。なんで立ったの。ラッシー飲んでいい。ラッシー、ラッシー。なにこの絵。あのフックしたおじさんでラッシー飲んで。あ、無理だこれ。あ、キーちゃん、これ無理かもしんない。あ、ホットカレー。ただただ何食ってるだけ。つけてないじゃないですか。あ、これ無理だわ。
それ無理だ。相当制約がかかってると思いますよ、ね、こっちから見ると2キロです。どうします、制約増やします。今のところまだベリースパイシーっぽいですけど、制約強めよう。え、制約強めます、強めよう。もうあとでも巨大なやつしかない。これはすごい制約。2キロ制約が弱い。いきますよ、うん、これ入るのかな。いきますよ、うん、ちょうだい。4キロ開いて。あー来てるね。4キロ入りました。来てる。発動した。ノースパイシー。ノースパイシー。ノースパイシー。あ、無理だ。これお蔵入りになるかもしれない。またマジでこれ限界を超えてる。念能力を超えてるわ。いやだって俺がスプーン一さじであんだけ辛かったから、世界一辛いという唐辛子が3つ分入ってるらしい。ハバネロの400倍400倍辛い。池崎さん今どっちかっていうともう鼻フックを無視してます。その辛さ無視してるんじゃなくて、ノーフックだ。いやそのノーフック発動してる。そう、別の電動力でノーベイト発動してる。こっちが制約になっちゃった。もっくもっくで。え、こっちが制約になっちゃった。ほら、あ、やべえ、全然感じない。リアクションちょっと待って、今あんた 6キロ鼻フックやってるんですか。何も感じない。芸人が6キロやってる時のリアクションじゃないんですか。痛いとか。はい、そう何も感じないの。まあ、痺れてるもん。だから、逆になっちゃってるんですか。こっちが氷風呂になってこっちがカレーになっちゃってるんです。あ、これ本当やばい。時間何分今？40分です。え、マジで？はい。制限時間あと10分ぐらいです。制約積みます。え？まだです。マッスルチェーンを積みます。マッスルチェーン？何ですか、マッスルチェーン？マッスルチェーン。発動！カモン！出た。もうやること分かりましたわ。タノキンを小嵐に握ってもらう間だけ念能力を強くすることができる。そういう制約を課します。金玉を握ってる間、3いくわ。3口いく。分かりました。こんなんのために呼ぶランクの人じゃないんですよ。金玉に切って。いきますか。ちょっと待って、あ、やべえ、いって、鼻向いて、全部痛くなってきた。いきますか、うん、何の能力も発動しない。ちょっと待って、あ、これマッスルチェーン、マッスルチェーン、マッスルチェーン来て。いきます。一回握って、あ、触って、あ、怖い、ちょっと待って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 、やべえ、感じない。痛くないですか。痛くない。早く食って、潰れますよ。マッスルチェーン、マッスルチェーン、ノーペイン、マジっすか。ノーペインが発動してる。結構いってるんですか。クエじゃあこっちでノーペインが発動してるのよ。いいからクエ。いいよ、いける。なんか別の能力発動してるわ。もっと来て。全然いいから。もう全然痛くない。ノーペインだ。肝心なのは辛さなんだ。辛さが消えてれば成功。辛さ消えてれば。めっちゃに全力で握ってます。いや辛さは辛さ、辛さも消えてる。もう消えたかも。だから強くして。制約が弱い。いや、小林さんも怖がってますよ。こんな強く握っていいのか。60キロくらい。もっとちょうだい。辛いから。なんで小林さんのせいにしてるんですか。もう3口行きましたよ、3インチ。ちょっと外した。マジ。
と言っとくわ、俺無理だわ。そのためにわざわざ来てもらったんだよ。ちょっとあんまさ、ギャラクシーチャンネルでこんなことしたくなかったけど、ギブアップ。ですね、本当に申し訳ない。まあ今までね、他の動画でも激辛チャレンジ何個やってて食い切ってきてるんですけど、はい、あれも辛かったです、はい、そんな僕がこんだけ辛いっていうのは信じてほしい。本当に食べる気があったんです。でギャラクシーチャンネルで、はい、結構体張ってきたけど、はい、こんな情けない姿を見せたのは初めてかもしれないですね。でも念動力を発動させるという意味では発動しました。ノーペインが本当に一切球を握られてる感覚はなくなりました、ね、全く痛くなかった。鼻フックも、うん、だって最終的に6キロ入ってたんですよ、うん、鼻は今痛い。マジで辛かったわ。いや皆さん、こんな池崎皆さん見たくなかったと思います。なんか新たな制約を課し、これをいつか食い切りに来ますよ。いやまとにもかくにもね、富樫先生、ハンターハンター連載再開待ってます。何その締め方。俺はもう連載再開するまで制約と制約やるから、うん、この機会にチャンネル登録ポチッとよろしくお願いします。ポチッといいねちょうだい。